はい、皆さんこんにちは、そらです。というわけで、洋服作りの動画第2弾になるんですけれども、今回は YouTuber のお友達の皆さんに洋服をもらってきたので、その様子をちょっと皆さんに見ていただこうかなと思っております。というわけで皆さん見てください。どうぞ。今回はヌードルのチャンネルの、大先輩にあたるアバンティーズさんのお家に来ております。本日、危ないですね、この家はスリッパが飛んできますね。危ないです。本日は、YouTuber の方に洋服をたくさんいただいてるんですけど、うちそういう感じでやってないから、スタイリッシュにやってるから申し訳ないけど、気取ってんのか気取ってないけどやらないけどやってるから、こっち頼むわ。ワンティーのスリムです。なるほど、そう帰ってくるもんだと思ってたわ。ちゃんとそのふざけるっていう感じではなく、愛を持ってパターンにして作る感じなんで。なるほど、じゃあ俺出そうかな。じゃあお二人ともいただいてもいいですか？はい、せーの。はい、どうぞ。結構いいやつじゃない？はい、こちら。僕はAちゃんにもらった。おいサイコって書いてある。そうです。でもこれも、長い間着すぎて色があふちゃって、で脇とかも破れてきちゃってるんだ。やば。だからなんかちょっと消化してもらおうかなっていう。もうそれはね、堂々と好きに使ってって言える服だよ。いやもう長いこと確かにめっちゃ着たから、なんか消化してほしいなっていう。これをちょっとリメイクしてほしいなという思いで。結構ロンTは使えるポイントが多いと思うから、めっちゃ色あせてきてんだよこれ。助かるわ。結構ロンT助かる。こちら、はい、これはですね、これはあれですね、前に空からもらったやつにまた戻すっていう。これ俺があげたやつ？そう。いつ？すごい前に、2年ぐらい前にもらって。何であげた？いやなんか、これ俺がいいなと思ってもらったんだけど、空から昨日服ちょうだいって言われた時に探してたら、これが。それも俺からの提供になる。あれが俺自身への。あれね、セルフカバーみたいな。ちょっとこれ俺着るの難しかったから。あ、断念したんだ。そうそう、でも断念したのね。これでも全然着てなくて、多分状態的にはもうほぼ新品同様。なんか俺自分で買った記憶はないんだけどこれ。それ逆にあげたんだっていう。あげたんだって記憶は。いつあげたの？確かに状態めちゃめちゃいいわ。着てみなよ。俺が着てみなよ。違くなっちゃう。着ないで渡すって違うよな、やっぱり。そうね。一回でも着てない。いやなんかね、なんだろう。一回も着てないの？いや一回着たけど違うかった。違かったんだよ。あ、多分これあれだ。うわ、また懐かしいの着てた。これが似合ってたら別のにする。いや別に似合ってなくはない。いい感じになりそうだけど。本当に？じゃあちょっと帰ろう。先を急ぎましょう。めっちゃ来たからね、でもそれね。本当だ、脇が切れてる。そうね。いろんな人が来てた気がするな、それ。Aちゃんが来て、空が来てみたいな。毎回そのお腹に入れてくるスタイル。見えちゃうから。じゃあ行きますよ。こちらです。じゃじゃん。いらねー。さあ、ファッションライクな洋服作るのよ。あんまボケてこなくていいから。これで戻っちゃってもガチのダメ出しじゃん。もうボケなくていいから。りっくんボケなくていいよ。腹に入れてこんのかい。次はこちらです。シャツね。シャツは大丈夫ですか？全然大丈夫ですよ。こちらはマルジェラのシャツ。マルジェラ買ったの？前に買ったやつ。いいのかあげて。あ、いいよこれは。いいのかい。いいのかい。いいよ。でもこれミックも太ってるからちっちゃいでしょ。そうなんだよ。着れないから。それは着たらちょうどいいかも。多分ちょうどいいと思う。いや意外といいものもらえて結構嬉しいです。ありがとうございます。よっしゃ。いや頑張ってください。ありがとう。ということで。今回はサグワに洋服をもらいます。交換だよ。次俺が行くからね、家に。したらゲームダメだった。そうだね、そういうことで持ってくる。ちょっと気合いついてるけど、まあそれはポロポロしたら一応3着ピースしたよ。優しいんだから。優しい。まあこれはガールズのくらいね。まあまあまあ悪くないでしょ。これもいいんじゃない。ウィード衰退クラブ、うちに今服作ってる人が作ってる。ウィード衰退、これなんかね、ここだけ切り取ってとかできるしね。これもあとはテンタションのパーカー。おお、え、どれもいいね。リメイク前提ですね。リメイク前提だから、これ切っても使えるし、まあこれはロゴ的にいいじゃん。本当に多分後方でもなくなっちゃうから。いいよいいよ、なんか取り行くよっつってんじゃん。どれがいい？選べろ。まあこの2択かな。オッケー。どっちにしようかな。いいよ、どっちも持って行って。それだ、2着持ってって。本当に？うん、じゃあ俺2着もらうけどね。そりゃそうだよね。ロッキングするからね。切ったりするわけでしょ。切ったりする。さすがにこれなんかもらうのちょっと。いやけどこれなんでこれ俺いつどこで買ったかな。いや着ないんだよ、もう。いや残っちゃったじゃん、ウィード衰退が。大きいしね、こっち後ろね。アンチソーシャルのアロビ。ああ、まあでもウィード衰退。いやこれなるかなとはちょっと思ってた。いやでも使い勝手良さそう、これは。まあ面白いよね。いやウィード衰退クラブのパーカーもらいました。ありがとうございます。じゃあ、また取り行きますんで。それは、この動画で上がるんで、チャンネル登録よろしくお願いします。ただではない。ありがとうございます。イエーイ。イエーイ。なんか、後輩っていうことをさ、利用するやつって最大限に利用してる。なかなかできないんだよ。イエーイ。先輩を利用するもんだからね。大体は。どうしたんだよ。服ください。いやいや。どういうこと？服貸してとかじゃない。服ください。あげた方がいいんだ。ただでください。ガチ服？ただで。ちゃんとファッショナブルな服ください。いやだからそれをさ聞いててさ、そんなないから、俺はもうこれしかないよ。先に言っとくんですけど、結構もう携帯とかしてて、あ、もうボロボロになる。めちゃめちゃになります。ああ、そうなんだ。いいとこだけなんか取るから。ああ、いいね。そういうことなんだ。全部組み合わせて1個の服にするぐらいにね。しかもめちゃめちゃファッショナブル。ああ、そう。この服もやれよ、絶対。嫌ですよ、昨日買ったばっかりです。あ、それは嫌なんだね。それは先輩の家来るのに気合入れてきてる。ああ、そうか。それはできてんだ。これ解体してほしいよね。それはね。嫌ですよ。でもあんの？俺1時じゃないから。そうだね。俺でもアンダーカバーですよ、これ。俺もこれ今アンカバーなんで。あ、いいじゃん。じゃああるんで。それはじゃあ交換しよう。交換は嫌です。ユニフォームみたいな。交換は嫌です。だって俺ゼロになるじゃない。トミーに聞いた方がいいよ。やっぱトミーハウスも来てるわけだから。何がいい？どういうのがいい？炭治郎の格好でしょ。おしゃれなチャンネルやってる。いや本当に日常生活に支障が出ないようにお願いします。何しても出ないから大丈夫。どういう服を作るの？そのアウターじゃなくて普通のこういうのがいい。いやでもそれは全部集まってからみんなでこうパターンを考えて。どういうのかな。じゃあ。靴とかでもいい。ダメでしょ。それ違うでしょ。ちょっと空入って見た。いいんですか？いやでもトミーのやつはいいやつが多いから。いややばいのばっかあるぞ。ちょっとやばいのばっか。やばいぞ。試着室の外にかけてるみたいな。大体痛くなくなるのやめてくださいよ。しづらいとかね。いらないのでいいですよ。もう記念この今。トミーのチョイスのせいで空炎上するかもしれない。ちょっと待って。これ三能なんだ。ちょっと待って、ちょっと違うでしょ。それはでもちゃんとしたブランドだもんね。ちゃんとしてますよ。コラボだよね。バレンティンとコラボしたやつ結構いいやつですよ。いいやつ。私ちゃんとずっと着た。1年ぐらい着てる。あ、じゃあ愛が詰まってる。そういうのもいいよね。じゃあそれで、じゃあ、カンタ君それで。いや、なんかさ、それで。グッチの手前なんか俺のは別にいいよ。それでいいや、みたいな。俺からさ、これ結構悩んだ。これでいいです。これがいい。これ、じゃあ、渡しますよ、後で。別のもちょっと見る？どうしようかな。まあ、これでいいか。僕的には、パーカーの生地感でいうと、タグアがくれた生地感に結構似てるんで、あんま薄ですぎると薄いと厚いとかで結構誤差が生まれちゃいそうなんで、僕的にはそのパーカーがいいです。じゃあこいつにしましょう。パーカーでいいですじゃなくて、パーカーがいいです。女になった。はい、カンタ君のそのパーカーがいいんじゃない？あ、じゃああげよう。ありがとうございます。わざわざ来てくれてるからね。イエーイ。俺も見たことないやつだ。これはヴィトンの、これは着てる。これハワイで買ったやつですね。ああ、東海と一緒にハワイで買ったやつで、空がさ、なんかさ、いくつか条件出したら、そう、こういうのでいい、厚手がいいとかさ、派手な色がいいんだよ。ちなみに今回のディレクター優勢なんで、あ、そうかが、個人的に今の集まり具合からどう思う？結構ゆるい服が多いんです。割とカチッとしたレースがあっても1個ぐらいのかな。じゃあ逆にこのアロハシャツのこれはいらん？でもこれとか結構使えそう。襟物も結構ない、おもろいよね。これはこれでだし、すごい色的に襟元にこれがあったら締まりそうだし、この文字だけこう切り取って使えるよね。あったりしたよね。使えるんで、じゃあ面白みがぎっしり詰まってます。ああ、いいじゃん。ただ懸念点はルイ・ヴィトンってところですね。叩かれないかっていう。まあ大丈夫よ、全然それは大丈夫。本当にいいんですか？もう冬だからじゃない。いや、切ること来年切りゃいいんですよ。冬だから、もう冬だから、アロハシャツもあれだから出たよ。でも僕が OK って言ってるね。僕のものなんでね、これね。じゃあほんと先に押してもらうんですけど、めちゃめちゃにします。あ、いいよいいよ。でも動画にはなるんでしょ。はい、俺これあんま着てるの見たことないんですよ。数回しか着てないと思うね。俺もほぼ初めて実物見てるから、普通にめっちゃかっこいいな。これいいよね。このシャツめっちゃかっこいいな。なんかこの動画をオクラにしてきようかな。そうシンプルね。で、これで、じゃあありがとうございます。おヴィトンのアロハシャツ、ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。あらっ、角度の差がすぐ帰ってください。じゃあこれとこれでお願いします。ありがとうございます。いえいえ、中にカンタっていう T シャツ着てる。中も頑張りましょう。ありがとうございます。楽しみにしてます。ありがとうございます。というわけで、今から向かうのはアズのお家なんですけれども、まあね、アズも女の子なのでお家に上がるわけにはいかないので、お家の下でお洋服をもらうということで、まあそのね、お洋服もらうにしてもお家の周りとかが映っちゃうと特定されたりもするので、いろいろ鑑みた上で、私は下で受け取るので、ボイスメモでここからはお送りすることになります。ね、あずきのお顔が見たかった皆さん、本当にすいません。この動画ではあずきのお顔見れません。僕のこの顔で我慢してください。じゃあ今からもらいに行きます。ここは、どこですかね。この車の音からわかるように、大阪ですかね。あずきの家は実は大阪なんですね。ありがとうございます。大阪に住んでんだね。あずきちゃんってここ大阪でしょ？そうそう。すごいね。心斎橋から5分。よく東京までお仕事で出てきてるね。古着で。なんかすごい毛玉ついてるけど大丈夫？古着なんだって。でもこれは大きいからでも着れると思う。でもリメイクするんでしょ？うん、するよ。まず使いどころありそう。うん、可愛い。普通に着れそう。ごめんなさい、これ今音声しか撮れてないんですけど、可愛いのもらってますんで。ヒョウ柄かと思いきや、可愛くない？うん、可愛い。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お前ありがとうございましたじゃないよ。オズモポケットだと？なんちゅうカメラ撮ってるんだ。何が文句あるか。自慢じブレード。いらねえ自慢じブレード。千葉南ハウスに来ました。服をもらうよ。違うんだって、この動画は別に面白くしたいわけじゃないんだ。ネタ動画じゃないんだ。面白くなきゃ意味ないじゃん。いや違う、その世界だけじゃないのよ。今一番使ってるやつ。え？一番使ってるやつなんだよ。いや、だからまあ、俺ももらってるけど、これどっかに使ってほしい。ボケじゃんって言われてるようなもんじゃん。別にボケてって言ってないから。嬉しそうだよね。嫌なんだけど、こんなクラブ行ったと思われる。お兄さんが可愛いって言ってくれたんだよね。まあこれかなっていう。ああ、いい。誰の？私の。おい、ふざけんな。正気だよね。まあまあ。CP だからいいやって思えた今見た時。これあやなんからで、あやなんからありがとうございます。これ普通なんだけど、ああこれよくしてたかも。これめっちゃよくしてた。さすがに賞味期限切れだなっていう。ちょっとこれでこちら飲まそうっていう、飲ましてねみたいな。分かるわ。面白く料理してね。面白くはしないって。何そのおしゃれするの。おしゃれなやつ作ってる。ダメダメダメ。いや、あなた2人のだけ違うやつ作るわ。ありがとうございます。他の人の服は片手で持ってません。これ両手で持ってありがとうございますって言ってるけど、2人がもう片手でおむつと服でブラジャーを挟んでる。ありがとうございます。中本さんです。いろんな方に一応もらってるんですけれども、 YouTube の中でファッションといえば中本さんだと思って今日はお洋服をいただきに来ました。あ、そうなんですか。いや、全然ユニークっすよね。そうですね。アイテムでいうとシャツなんですけど、おおうちのがちょっと結構派手なもの持ってきたんです。これがシルクの、いや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 、シルクのシャツなんです。相場のシルクのシャツになってて、まあなんかその僕はイメージ多分ガッチャンコするのかなと思って、ガッチャンコされるんだったらなんかちょっと自分の履歴残るといいなと思って、なんかちょっと目立ちやすいやつ。中野さんが一番使います。僕は袖だけとか。でも言い過ぎた。大丈夫か。それがギャルソンシャツっていう。いや目立てだ。一応どっちがいいかなと思って、まあどちらでももうちょっと好きな方。そうですね。うちの生地まだもらってないもんね。どうシルクだと裁断して縫い合わせた時に他のアイテムも多分重いんで、結構多分シルエットこっちの方が保てやすいかもしれない。じゃあ現実的にこちらいただいて、ありがとうございます。見たんですけど、全然なんか一応聞いてみたんですけど、なんか2着もし使ってもらえたら2着大丈夫だよっていうことにしようと思ったんですけど、もしいるんだったら2着あれなんですけど。いや、2着いただきます。だからどっかに使ってください。はい、ぜひありがとうございます。こちらこそありがとうございます。中野さんでした。ありがとうございました。でも。いや、めっちゃいい。ギャルソンスギちゃんです。